進めていきたいなと思います。まずは、1対1のソロマッチと言われている、まあ、いわゆる本当にガチ対戦みたいなものなんですけども。なるほど、はい。まあ、こちらはですね、3本勝負で、まあ、日本選手で、まあ勝敗が決まるというような、まあ、過去作同様にですね、敵の AP、はい、体力ですね、をゼロにした方が勝ちというような、うん、本当に実力と実力がぶつかり合う対戦という形になるので、まあ、いろんな自分のプレイスタイルであったりアセンブルであったりっていうものを、まあ、ここでぶつけ合うみたいなところのゲーム性になるのかなと思ってます。これちなみにマッチングの時とかってなんかその、はい、ね、あの手だれの方と未経験者とみたいなのっていうのはあるんですか？はい、今回はですね、本当に普通の対戦っていう形で入れてますので、はい、あの本当にルームを作って、まあ、そこに侵入というか、まあ、そこにマッチングをして戦う、もしくは、ルームを作って誰か対戦相手を待つだったりとか、まあ、当然あのお友達同士でもできますので、うん、まあ、そういった形で対戦する形になってます。はい、こっちが 3-on-3 ですね。はい、で3対3はですね、いわゆるチーム戦となっておりまして、まあ、制限時間内に、まあ、敵を撃破したら、まあ、ポイントが加算されて、まあ、チームとして、まあ、ポイントの多い方が勝ちというような形になってます。でこちらの方はですね、チーム戦なので、死んでもですねリスポーンします。なので、まあ、気軽にどん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 出撃してとにかく敵を倒しまくろうというような形の、ものになってます。なるほど、撃破してもまたリスポーン。そうですね。で、まあ、一番その対戦中で、まあ、撃破しているポイントが高い方がプライオリティターゲットという形で、まあ、リーダーみたいな形に選ばれるんですけども、まあ、その人を倒すとさらにポイントが上がったりとかですね、その人が敵を倒すとポイントも上がったりするので、まあ、その人を、ね、いかに生かしていくか、もしくは殺していくか倒していくかみたいなところが、まあ、一つの駆け引きなのかなと思ってます。またゲームの終盤までちょっと手が離せるというか、目が離せない。